のお聞かせ申したい。すいません。五宝さんの色は昔ある農場におじいさんが住んでました。おじいさんは畑に大根と人参とごぼうを植えました。毎日草を取ったり水をやったり心を込めて育てました。天気のいいある日の午後、子供たちはおじいさんを手伝いにやってきました。立派な大根とごぼうと人参をたくさん取りました。野菜さんたち、どうもこれね、ちゃんとお風呂に入れてあげなきゃ。子供たちが急いで野菜たちをお風呂に連れて行きました。ああ気持ちいい。人参さんもお風呂大好き、ごぼうもお風呂大好き、大根もお風呂大好き。ちゃんとお風呂に入ってきれいさっぱり、とってもいい気分。ごぼうもきれいになった。人参も大根もみんな気分になった。でも子供たちはなんかここだけまた真っ黒け汚いな、もう一回お風呂に連れてあげよう。で子供たちがごぼうだけお風呂に連れて行きました。でごぼうたちが、私はもう綺麗なのになぜ私たちだけもう一回お風呂に入らなければならないのって。で結局ごぼうたちが怒ってからお風呂から取り出して、私たちはなんか汚くないですよ、私たちは綺麗ですよ、もともと黒いだからって。でその時が人参と大根もそうだよ、友達だから。で最後には野菜たちがみんなで踊って、子供たちとおじいちゃんが、その野菜たちも黒は綺麗、赤はきれい、白はきれい、世界中のどの色も同じようにきれいなんだね。まあ、私は心の後書きのところでも書いてるし、差別っていろんな差別があります。色の差別もありますし、色の差別、日本の社会の中では特に色の差別がね、強いなと思って、私の子供たちは、まあ、指輪を刺されてですね、外人は言うですけど汚いも言うんですよね。私はたまにね、子供と握手、大人もたまにはするんです。握手してからこうするんですよ。汚いも言うんですよ。真っ黒って汚いっていうのに イメージが強いなと思ってますしね。で昔話の中ではですね、な
ぜ私はこの本を書いたの？人参さんが赤いわけっていうのを本を読んで、でその本を読んでからやっぱショックを切ってからこの本を書いたんですよね。人参さんが赤いわけっていうのを本はね、あの松谷美代子様が書いた絵本ですよ。おかしい話、ごぼう人参と大根ですよね。で、お風呂に入って最初に入ったのは午後だったし、その時は本当に我慢できない、もう暑かっただから入ってその瞬間に飛び出してから真っ黒できたらしいですよ。で次に入ったのはあの人参でしょ、暑かったですけどもわー我慢はしたから出てきてから真っ赤で、最後に入ったのはあの大根でしょうね。大根が入った時はちょっとあのぬるいからちゃんと体を洗ってから真っ白で綺麗ですよ、その、まあ、物語はそうですよ。で日本の社会の中では美白っていう言葉がいっぱい出てくるんですよ。テレビの CM の中でもですね、まあ、美白はいいかもしれないけど黒人は美白できないんですよ、ね、私たちはね。だから美白できないだから美しくないんですよ。もし美白があるやったら美国は、ね、だから多民族社会に私たちは本当に今多民族社会の中にいる。その中で人権教育もあるんですよ。ですけどなぜ日本の社会の中では、ね、まだそういう本がありますよね。ものすごく人気な絵本ですよ。それで私は本当にびっくりしたのはこの絵本ですね。人参さんが赤いわけっていうので日本図書館協会のおすすめの本ですよ。これ私のね、まあ、今はアメリカに行ってるアフリカ系、まあ、アメリカ人の方ですけど、息子がねいじめられ学校でいじめられて、毎回ね幼稚園で先生がこの本を読んでから大変なことですよ。読んでからねみんなさん、ああごぼうだごぼうだって言ってるし、あんたちゃんとお風呂に入ってよっていじめになってるし、で子供が家に帰ったら、ね、すぐお風呂に入って、ね、ずっとこの色は嫌いって言いましたし、で結局ねお父さんがね幼稚園に行ってもですね、あんまり幼稚園の先生たちもあなたは考えすぎって言ってるし、で結局その子がアメリカに父さんと一緒に帰ったりして、その子はねもうベビーパウダーをバーッと塗るんですよ。だから絵本を作るときはねもういろんな、まあ、普遍的な考え方で作らなければならないなと思っています。黒人の子もですねその本を開いてからね読んでから自分のイメージ、もし読んでから自分の色のイメージが悪くなっちゃったらやっぱ大変なことになるんじゃないですかね。で私は本当にまあ友達の話を聞いてまたこの本を読ん でそれからね私は何したの、この本の出版社に電話したんですよ。編集長に電話して本当に今日本の社会の中でもねただの隣の子供たちがいますから、できればね違う目で再版を作ってくださいですよ。一緒に作りましょうですよね。もうこれがこの感覚は古いから、そう聞いたらですねその編集長は嫌だ興味ない、もし作りたいから自分で作りなさい。私はね、まあ、この本が書いた人に話したい、あるいは松谷美代子様に話したいと、で編集長はいや